では街中でのあれやこれやを説明してやるから心して聞くように。まず行動回数の分だけ街中を移動できる。行きたい場所を選択して決定するとその場所に移動するわけだが、闇雲に移動しても行動回数が減るだけだから注意しろよ。ちなみに行動回数を増やすポイントはズバリ女の子たちとのイベントをこなすことによって行動回数が増えるぞ。誰かいる場合はここにいますよって表示されているから、まずはそこへ移動するのが基本だな。ただし表示されていなくても誰かいる可能性がある。そういう場所でこそ美味しい思いに預かれるわけだが、誰もいないと虚しく行動回数が減るだけ、寂しさが増えるだけ。どこへ移動するかよく考えることだ。誰がどんな情報を持っているかわからない。ま、根気よく探してみるんだな。ああ、さっき言い忘れたんだが、女の子は仲良くなると普段とは違った姿を見せてくれるようになるぞ。街中ではいつもとは違ったあの子を拝めるってわけだ。いいか、見せてくれる条件はその子と仲良くなることだ。じゃ、頑張れよ、隊長さん。可愛い服がいっぱいありますね。私に似合う服はあるでしょうか。これですか。でしょうか。え、これを着てお見せするんですか。あの、すみません、失礼します。何でも幸せに思えてくるから不思議だよね。ポカポカしてて気持ちいい。ああ、何にもしたくないや。ねえねえ、ちょっと膝枕して。ジーク、これ何？あとね、これは？あれは？街、いろんなものあるね。楽しいね。あっちは何？何のお店？ミメル行きたい行きたい。ちょっと昼寝のつもりがとっぷり狂ってるし、
もうなんで起こしてくれないのさ。もうすぐ夕飯でしょ。ねえ、早く宿に戻ろうよ。ご飯ご飯。たまにはお主も一緒にどうだ。先ほどまで主と飲んでいたのだがな。主なら大方広場にでも行ったのだろう。あれ、どうしたの？心配して来てくれたんだ。大丈夫、ちょっと暑くなっちゃって風に当たりに来ただけだから。ねえ、こっちに来て。ここすっごく気持ちいいのよ。ね、ちょうどいい風が来るでしょ。いらっしゃいませ。ご利用ありがとうございます。本日はアイテム交換の割引をさせていただきます。